ニコラス・アルバート、ニップ・カールは、オーストラリア・シドニー出身の、元同国代表サッカー選手、現サッカー指導者。現役時代のポジションは MF。初期少年時代は、フットサル選手としてプレイし、5つのタイトルを獲得するなど活躍。10代で、サッカーに転校し、学校のクラブチームに所属。1996年に、ビルターナーカップで優勝した。 1997年10月5日、15歳の時にシドニーオリンピック FC で NSL デビュー。このマーコーニスタディオンズ FC 戦では75分から出場するとアディショナルタイムにゴールを決め勝利に貢献した。フランスのトロワ AC に短期間在籍した後、母国に戻りマーコーニスタディオンズと契約を結んだ。入ッするジェッツ2005年、新たに創設された。 A リーグに参加する、入ッするユナイテッドジェッツ FC へ加入。ここで在籍した2シーズンを攻撃的 MF としてプレイし、ファンから人気を博した。2006から07シーズンのパフォーマンスが評価されたカールは優勝チームのメルボルンビクトリー FC から選出されたダニエル・オールソップ、アーチー・トンプソン、ケビン・マスカットを押しのけ、レギュラーシーズン最優秀選手に与えられる。 ジョニー・ウォーレンメダルを2007年2月に受賞。さらに、第10節のアデレード・ユナイテッド FC 戦で、相手が70メートルを駆け抜け、20メートルものアウトサイドから左足で決めた決勝ゴールが年間、最優秀ゴールに選ばれた。また、マスカットを一票差で破り、母国のサッカーサイトが選ぶ、最優秀選手にも選ばれた。国外2007年、当初は、 ペネルバフチェ SK が興味を示していたが、最終的にオーストラリア代表で同僚のヨシップスココが、かつて在籍していたスユペルリグの現地レルビルリー SK へ移籍金65万ドル3年契約で、加入するも家族がトルコでの生活に馴染めなかったため、1年も経たずに退団した。2008年1月上旬。 国際親善試合のナイジェリア戦でのプレーが評価され、移籍金80万ドル3年半契約で、フットボールリーグチャンピオンシップのブリストルシティ FC へ移籍。同年に、チームは、プレーオフ決勝の舞台ウェンブリースタジアムに駒を進め、カールも先発出場したが、ハルシティ a f c に0から1で敗れ惜しくも昇格を、逃した。 アシュトンゲートスタジアムでの滞在は半年未満と短く終わったものの、ウィガンアスレティック FC へ去ったベン・ワトソンの後釜として、クリスタル・パレス FC と遺跡金100万ポンド4年契約を結んだ。ニール・ウォーノックの下で遺跡初年度はレギュラーとしてプレーしていたが、翌シーズンになるとベンチ暮らしが増えていき、監督がボールハートに交代してもその状況は変わらずにいた。 2010年5月引退したスティーブ・コリカの後釜を探していた母国のシドニー FC がオファー。まだ2年契約が残っていたもののチームは放出を決定した。シドニー FC2010 年5月カールは遺跡金195万オーストラリアドルでシドニー FC と3年契約を結んだ。一石初年度は怪我に苦しみチームは 下から3番目で終わるなど厳しいシーズンを過ごした。2011から12シーズン、2011年10月12日のアデレード戦で勝利を決定づけるゴールを決めるなど、前年に比べはるかに良いパフォーマンスを披露した。2012から13シーズン開幕前に UAE のバニーアース SC へ1年の期間で貸し出された。バニーアースが買い取らない限り、2013から14、 シーズンに復帰する契約になっている。2014から15シーズン終了をもって、クラブを退団し、2016年7月に現役を引退。半年間膝の負傷と戦った末の表明であった。引退後はクラブに戻り、アカデミー部門のコーチングスタッフとなることも合わせて発表された。U-17 でキャリアを開始すると、U-20 の時に 2001FIFA。 ワールドユース選手権に出場した。また、U-23 でもプレーしたが、アテネオリンピックのメンバーには選ばれなかった。2004年、ベネズエラ戦で84分に、デイビッド・ズドリリッチに代わり出場し、A 代表デビューをした。しかし、この試合以降は、フランク・ファリーナ監督に呼ばれることはなく、フース・ヒディンクに交代しても、同様だった。2006 FIFA ワールドカップ後に、 グラハム・アーノルドが就任すると、2006から07シーズンのパフォーマンスが認められ、久しぶりに招集され、2007年3月の中国戦で途中出場し、3年ぶりにピッチに立った。また、同年6月のウルグアイ戦も出場した。アーノルド監督に AFC アジアカップ2007のメンバーに選ばれると、グループリーグの出番はなかったものの、 ベスト8の日本戦で後半から出場。PK 戦ではキッカーを務め、役目を果たすもチームは敗退した。2007年11月18日、ロンドンのクレーブンコテージで行われたナイジェリア戦で初先発し、デビッド・カーニーと共に出職の出来だった。ピム・ファーベークが監督に就任すると出場機会は限られ、2010フィファワールドカップの最初の30人の リストには掲載されたが、最終的にメンバーから漏れた。ありがとうございます。